皆様おはようございます。お元気でしょうか。またこの出だしかよこれということでねえ、100個あった玉ねぎもね、もう数えられるから1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10個ぐらいだよ。来たね、11個か。いやー、ここまでこぎつけました。約2週間ぐらいでしょうか。玉ねぎ食いすぎで健康いっぱい、胸いっぱいでございます。はい、ということでね、玉ねぎ料理、そろそろ最終段階に入りましょう。はい、ということでね、早速やってまいりましょうか。ネギ玉ね、4つ用意しました。でかいのから使ったらね、中ぐらいのとちっちゃいのばっかりになってしまいました。まあそんなことはどうでもよろしいと思います。はい、それではですね、今日何するのってことなんですが、冷凍玉ねぎの作り方ね。まあ要するに、ちょっと俺もう玉ねぎを毎日食わされてもう飽きちゃったよ俺みたいなね、まあ、飽きない人は食い続けて結構なんですが、まあ、飽きちゃった人のためにね、この切り方はね、みじん切りでもね、このいちょう切り、ぶつ切り、これ何でもよろしいと思いますね。はい、これガツンガツンパッチャライナですね。はい、切って、あとはね、これ冷凍するだけなんですよ。で、まあその時の注意としては、まあできるだけ空気を抜いてくださいってことだね。で、まあ用途に合わせてね、例えばこう何、玉ねぎピラフ作りてんだよっていう方はね、みじん切りにして冷凍しとくのもよろしいでしょう。それからカレー作りてんだよという方はね、もうこういういちょう切りみたいなね感じでバッツンバッツンバッツリーナとね、切っておけば OKOK ベリー OK です。はい、玉ねぎ4つ分ですね。はい、切り終わりました。はい、そしたらね、用意するのはこういう密閉容器ですね、ジッピーみたいなね。はい、これに、ね、玉ねぎをガッツンガッツンパッカライナとね、入れていきましょう。ガッツンガッツンパッカライナね、それでは全部入れちゃいますね、この中にね。はい、こんな感じですね。玉ねぎね、もっと入ったね、7個ぐらい入るかもしれないね、これね。はい、そうしたらね、このジッピーをジッピンジッピンジピリンコとね、で最後少しここ開けとくよ。たださ、できるだけ空気を抜いてね、ガッツンガッツンパックなと聞こえるから、音ここよ、これよね。あ、ピューピュー、木枯らしが吹く季節じゃねえぞいってことでね。はい、そしたらこれこのまま冷凍するだけです。で、もう一つの冷凍方法なんですが、まあ、あえて飴色玉ねぎにしてから冷凍するっていう方法もあります。この前カレー作りましたよね。ね、これを冷めてからジッピーに入れて冷凍するっていう方法もございます。はい、ちゅうことでね、本日は冷凍玉ねぎの作り方ですね。これやってみました。凍らすとね、結構利点があるんですよ。何も凍ったフライパン入れてもガツンガツンパラレガと炒めちゃってもいいし、そうすると飴色玉ねぎが、冷凍によって玉ねぎの繊維が破壊されているので、飴色玉ねぎが早くできるっていう売り点もあるのね。それからこう核がこう破壊されて甘みがより一層強くなるっていう効果もあります。だからシチューとかにね、まあ、飴色作るね、シチューとかはもう冷凍のままもう最初バン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 チューチューとぶち込んでいただいて作ってもね、構いません。それで、まあ、ご注意なんですが、どんぐらい保存できるのってことは2ヶ月ぐらいもうベリーオッケーで保存できます。で、飴色玉ねぎにして冷ましてから密閉容器に入れて冷凍した場合、これは2週間です。22で覚えましょう。2年と2ヶ月じゃないよ。2ヶ月と2週間だからね。生の冷凍は2ヶ月。飴色は2週間でね、使い切るようにした方がよろしいと思います。はい、ということで、これで終わりじゃつまんねえね。な、簡単な玉ねぎ料理一品作って飯食うか。はい、それではね、簡単な玉ねぎ料理ですね、フライピンコーナーの方にやってまいりましたね。軽く油が敷いてございますね。あとは油をなじなじなじんこなじりーぬですね。愛しのなじりーぬ、どこに行ってんだいね、いうことで少ないからなじまないね。まあいっか、ね。はい、そしたらいつものようにね、ネギ玉ですね。はい、これ1個分ぐらいかな、1個半ぐらいあるか、ちっちゃいからね。はい、あとはこれをね、ガッツンガッツンと炒めて半透明状態まで、持ってきます。ガッツンガッツンツリリンコですね。はい、ガッツンガッツンツリリンコとね。はい、こんな感じでお願いします。それではね、ちょっと炒めちゃいますよ。
はい、ネギ玉の方ですね、半分ぐらい火通ったかなみたいな。はい、あとはねツナ入れるだけですね。ツナ玉ねぎなんて簡単なんでしょうね。はい、蓋をして、でこれ水煮じゃなくてこの油缶のはいいね。油缶とか水煮缶これあるじゃん、ツナも油のはいいね。うん、ガツンガツンと、ガツンガツンと、でこれ入れるときさ、あのツナとかが跳ねたりするのでちょっと注意しながらやってくださいね。であとはこれ混ぜるだけよ。ガツンガツンプリリンコーだね、ガツンガツンパラライカー。はい、こんな感じでね、はい、もう仕上げに近づいてきたんじゃないのってことね。はい、そしたらね、彩りよくね、ピーマンも細切りかなんか入れちゃいましょう。ね。で、ピーマンに火が通ったらもうほぼほぼ完成よ。で、ちょっと隠し味のヨマネーズ。まあ、ツナとヨマネーズは合うからね、なんつったってね。はい、これでね、まあ結構これカロリー高くなっちゃうかもしんないけど、まあサクッと作れるおつまみの代表みたいなね、感じだよね。はい、こんな感じで、あとはこういったね、ブラックペッピー少々とね。はい、こんな感じでお願いいたします。で、味付けはもうほぼほぼこれマヨネーズとツナについてるんで、まあ味付けねでいいよみたいなね。でもしちょっと薄いなっていう時は、醤油でもぶっかけて食うかね。はい、これで完成となります。早いね、でも美味しそうでしょ、こういうのがうまいのよ。はい、それではね、お皿の方に盛り付けてテーブルの方に行って食べちゃうぞ。はい、テーブルの方にですね、ツナ玉ねぎですね、運んでまいりました。それでね、早速食してまいりましょう。まあお好みでね、まあ、一味唐辛子ガツンガツン、出てる出てる出てる、出てるのか、出たか、入ってないのか、ちょっと待ってよ。はい、出が悪かったんで補充してまいりました。そうよ、こんぐらい出ないとダメでしょ。まあちょっとこのテーブル、ワン、ツー、スリーと、まあ、ここの七味、一味のもう使いっぷり激しいから、それ俺だからみたいな、すぐなくなっちゃいます。はい、それではね、早速食してまいりましょう。うん、まあ彩りもいいね、ピーマンとかにとね、パプリカの赤とか入れてもいいかもしれない。おお、熱そうだなこれ。うん、いただきまーす。うん、うん、おいしいね。うん、やっぱこの玉ねぎの甘みだな。うん、うん、ちょっと塩足んねえかみたいな時にはお醤油でね、カバーとちょっこりなね。はい、もうたまりません、止まりませんとね。うん、いただきまーす。うん、まあこれね、おかずにもなるけども、飯の、あ、一緒だ、おかずも飯のつまみ、飯のつまみ、酒のつまみだな。おかずにもなるけど酒のつまみになる一品だからね、ちゃちゃっとできる一品ね。早いよ、いただきます。うん、おいしい。うん、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 いかがです。うん、たまにごはんね。うん、おいしい。うん、たまにこうカシッとくるブラックペッピーね、粗挽きね。うん、これまた美味しいわ。玉ねぎの甘み引き締めるねみたいなね、感じじゃないでしょうか。うん、どんと、いただきます。うん、これだから飯に乗っけちゃってもいいね、バーっとね。うん、ツナ玉丼みたいなね、うん、感じでもガンガンいけるんじゃないか。うん、うん、これいっぱい作ってお父さんにはお皿、お子さんには丼みたいなね、ちょっと紅しょうかなんかこう添えてあげれば、もう、うん、最高よこれみたいなね。うん、栄養もあるしね。うん、うまい。はい、ということで本日はですね、卵じゃない、玉ねぎの冷凍の仕方、冷凍玉ねぎの作り方、これね、やってました。生の場合は2ヶ月、飴色の場合は2週間以内にきっちり使い切ってください。はい、そしてあとはね、簡単な、玉ねぎ料理、ツナ玉ねぎね、これ作ってみたんで、こちらの方もね、簡単なんでね、これパンに挟んでもうまいからね。パンに挟むときはもうちょっと前のでさ、炒め終わってからね、でちょっとこうポロポロ落ちない程度の粘土をつけてから、粘土ってあのこねる粘土じゃなくて、あの硬さみたいなつけてからパンかなんかにね、焼いたトーストの中に入れてからかぶりと、かぶりつく、まあこれでも最高、美味しいんではないでしょうかと思われます。
はい、そして皆様に一つお願いでございます。動画アップのモチベーションを維持するために皆様の温かいグッドマーク1票入れていただければ幸いかと思います。それでは失礼いたします。またお会いいたしましょう。多分玉ねぎ料理これで最終回かな。もう1回ぐらいあるかな。その辺は気分次第です。じゃあね。